皆様こんばんは。本当は喋るつもりなかったんですけれども、今週も始まりましたクラブパルヘジアン。最初はすずねの曲でお送りしたいと思います。 My Way。 言いたいこと言えないまま、ただ自分を着飾ってごまかすことに慣れてしまって、見失う自分に気づいた。Oh, oh, oh, 何から守ってるんだろう。過ぎゆく日々の中で、いつだって僕たちは誰かに支えられながら何かを求め生きてる。 Oh, just feeling myself。 信じることやめ、足早かった私足長いからね。伊達に背高いだけじゃないんですよ。さあ今週も始まりましたクラブパルヘジア。この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーダーを用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。3週目担当のすずねでございます。よろしくお願いします。多分マイクのスイッチ入ってるかな。入ってます。あ、嘘、入ってる、うん、マジで。マジです。全然触れない、全然声来ない。でもきっと聞こえてますか。わかんない、そこになる。ブラジルの皆さん聞こえてますか。ダメだな、そこがつかない。え、今日はついてない。どうしたんでしょう。だから向こうの電源入ってるのかな。入ってますね。電池ついてってる。光ってます。こっちの電池じゃん。こっちだ。じゃあ一回。はい、いい、大丈夫大丈夫。普通にやってて。普通にやってて。なんかすごいふわっとした感じで始まりましたけど、はい、じゃあ早速本日のゲストをご紹介したいと思います。それではまず私の隣の、はい、今日が
初登場、ね、初登場ということで、はい、シンガーソングライターのミーシャさんです。よろしくお願いします。そして今日で3回目のご出演になります、はい、シンガーソングライターの久井さんです。よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ミッシュさんから簡単に自己紹介をよろしくお願いします。はいはい、MISSIW と書きましてミッシュと申します。前から読んでも逆さにしても、すごい MISSIW ということで、いつでもどこでも180度どんな状況になってもミッシュはミッシュで変わらないという意味につけました。どうぞよろしくお願いします。すごい、ひっくり返ってもいい。はい、そうです。高田氏ね、天と地がひっくり返っても大丈夫。なんかステージがものすごいそうなんで。いやいや、だからひっくり返ってもいい。なんかもう噂ばっかりかすごい踊り出しちゃう。プレッシャーじゃない。今日はよろしくお願いします。お願いします。そしてじゃあ久井さん、はい、お願いします。大阪出身のシンガーソングライター、歌詞を大事に歌わせていただいている久江と申します。久江です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、めっちゃ早いんですけど、はい、あの久江さんいいですか。イエイ。ダメです。自己紹介、自己紹介を兼ねて、はい、あの久井さんのライブを聴いていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあちょっと久井さんが準備してる間に、今日のこの番組のテーマっていうのがあるんですけど、はいはい、今日2月17日は天使のささやきっていう日で、うん、そうなんですね。知らないですよね。私も知らなかったですけど、1978年に北海道の幌加内町っていうところがあって、非公式だったらしいんですけど、日本最低気温マイナス 41.2 度を記録した日らしいですね。はい、マイナス41度って、41度って想像つかないですね。で、空気中の水蒸気が凍ってできるダイヤモンドダストのことを天使のささやきっていうことから、今日は天使のささやきの日っていう名前がついたらしいんですけど、2月17日が、はい、ね、きっと明日になったら忘れちゃうかもしれない。あの鳥の声、川のせせらぎ、好きなアーティストの歌声など、あなたにとっての天使のささやきを教えてくださいということで、今週のテーマはあなたにとっての天使のささやきとは何ですかということで、はい、お送りしていきたいと思います。同時にあの悪魔のささやきも募集します。あの悪魔のささやきね、悪魔のささやきのがなんかこう思いつきやすい。いっぱいありますね。いっぱいありますね。本当怖いぐらい。今日もあの私こう台本を読んで一生懸命練習してたんです、うん、そしたら音声担当の屋根裏のミッキーさんが、うん、それどうにかして崩してやりたい。早速悪魔のささやきだった。悪魔ですね。もう本当ね、悪魔がたくさんいますよ。悪魔だらけ。怖い怖い。大丈夫、でも天使の歌声を持ってるね、久江さんが、あのその悪魔をね、ちょっとあのなくしてくれるんじゃないかな。ね、なんか羽が見えないな。見えないけど、見えないけど羽が生えてそうね。羽がね。そうそうそう。あ、ということで今日も面白おかしく、面白おかしく自分で言っちゃうんだ、言っちゃうんだ。面白おかしくいきましょう。ね、いきましょう。なんか初めましてなのに。初めまして、もうさっきあったばっかりですけど、ね、うん、今日はなくて。では準備の方は、はい、大丈夫でしょうか。大丈夫です。それでは早速久江さんのライブをお楽しみください。月、綺麗な月を思い浮かべて聞いてください。月に隠れて、君は泣いてるの、何が悲しいの、僕にその涙は拭える。
つも笑いながら僕の手を断る君が愛しい僕の心まで含めて。行っちゃいますそれ。ナイスストッキングです。すずねちゃんのマネージャーさん。言っちゃいます。ストッキングがいいねって。終わろう。私のそのスタッフのせいで私もイオギ地区出入り禁止でやりかけた。になっちゃうかもしれない。そうですね。いやいやまさかまさでも。昨日も私と久井さんここでライブがあったお世話になったんですけど昨日から私のスタッフはちょっとセクハラ発言が多くてやめてって言ってるのにどんどん加速していく多分本人自覚ないんだと思うセクハラっていうのの自覚がないんだと思うもうそれをあれなのかな常にそういうことを考えてるのかなそろそろ久井さんのねファンの方に怒られそうなのでねただタイムラインはすごいですよ3人のささやきがあの天使のささやきですってわーすごいなんかみんな嬉しい人たちね久井さんのため息が天使のささやきだそうで、うん、お前ですか
ありがとうございます。私後で耳元でやってもらおう私もやってもらいたい。ということで今日はね、たっぷりと時間があるのでやります。いっぱいいっぱいお話をしていきたいなと思うんですけれども、早速、はい、私いろんな質問してもいいですか。はい、久江さんはもう3回目ということで、このクラブパルヘジアをね見てくださってる方もよくご存知だと思うんですけど、はい、ミッシュさんは今回が初めてということで、初めて初登場で、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそ改めて早速なんですけど、はい、ミッシュさんは音楽とかライブ活動を始めたきっかけって何だったんですか。きっかけは私最初実は作詞家を目指していたんですけど。ってことはコンペに出したりとか。そうですね、なんか歌詞を書くのが、文字を書くのが大好きで、歌詞を書いて作詞作曲家を目指したんですけど、初め歌う予定ではなくて。予定になかったんですか。 なかったんです、そうなん、ライターの希望だったんですけど、はい、でも今時そんなね、いきなり出しても誰だかわかんない、うん、だからそうなんだ、そう前に出てアピールして、うん、その後にユーミンみたいになればいいってその時のディレクターさんに言われて、うん、はいって言って、はい、でそこからはそうなんです。歌うこともそうですね、歌ったら楽しくてライブが。あなるほど。そう最初はすごく緊張しちゃって、はい、なんかもうええー、と思ってたんですけど、うん、なんかやり始めたらすごいハマっちゃって、楽しいじゃんライブみたいに。なるほど、はい、そうってことは、はい、結果オーライだったってことですよね。そうですね、歌い手になって正解だったタイプ。シンガーソングライター ね、シンガーソング、はい、久江さんとも昨日お話をさせてもらってたんですけど、久江さんは本当に詩を大切に、はいはいね、歌ってるっていう、はいはい、詩を先に作られますか。そうですね、私は、うん、私もすごくもう私の歌を聴いてもらって歌詞を読んでもらったら分かるんですけど、はい、私も歌詞にすごく凝っていて、うん、めちゃくちゃ曲は軽やかなんですけど、はい、すごく重たい重たいです歌詞、はい、ああなるほど、ね、そうなんです。そうなんだ重たい、久江、はい、さんも結構なんだろうな、政治まではいかないけど、うん、なんだろう、芯のついたところを歌うじゃないですか、うん、そうです、そういう感じでかなり似てる。そうですね、結構ねラップとかの曲に載せちゃってるんですけど、歌詞だけめっちゃ軽いんですね。軽いんですけど、うん、歌詞を読んでいただくと結構重たい歌詞だったり、そのお二人に聞きたいのは、まあ、音楽の先輩としてもそうなんですけど、詩を書くときにどういうことを何だろう考えたりするのかなって、妄想をするのか、もう実体験をそのまま書くこともあるのかとか、混ぜこぜとか混ぜこぜ混ぜこぜもうあります、ね、思ったままにみたいに、ああもうなんか降りてくる。結構書き始めると歌詞はすごい書くの早いんですけど、うらやましい、すごい、早い、ね、私はもう電車乗ってる時とか電車電車で揺られながら携帯に書き込んだり、なんかパッて思いつくんですよ、でそれをメモったりして、でその言葉をなんか言葉に関することをだーって書いてる、この一言、あ、膨らませていくこと、妄想して、ね、なんかすごいなと思って。私日本語がとても苦手で日本語が本当に乏しいんですよ、はい、それじゃあさ、英語とか他の言葉得意そうに聞こえるけど、そう、何語が得意、全部ダメってことでしょ、だからイエス日本語がダメって言ったら英語とか得意そうだもんね。オフコース知ってる言葉を出してく、言葉の、昨日もねその話もさせてもらってて、言葉の選び方がすごく上手だなって、そのメロディーに乗せる歌詞を選ぶときにすごくすごいなって思って、そうです、昨日一生懸命私にそういう風に言ってくれはったんですよ、必死にそれを伝えたくて。でも本当のところは教えてもらえないんだもん、え、企業秘密、あ、秘密だ、それはね、それはね、そう簡単に言う、でも、でもこれから
交流を濃くして見ていきたい、そこをね見ていきたいなって思う。あのそれで話がキュッとキュッキュッと飛ぶんですけど、今自分を構成する三大要素って何ですか？三大要素、うん、いつもこれに絵を絵で描いてもらってるんですけど、あ、絵で描いてるんですか？三大要素、うん、え、今描くってことですか？今描いてください。ちなみに私は餃子です。ちょっと今日餃子臭くなった。大丈夫、大丈夫、私今日ね、あのここチャイナスクエアって言ってあの中華料理屋さんなんですけど、めっちゃ喧嘩打ったように餃子のお土産よかった。あ、でもここ焼き餃子ないから、ないから焼き餃子全然かぶってない。全然大丈夫。ちょっと喧嘩打ってますけど、どうぞ。量的には喧嘩打ってましたよね。1個がこんなでかくて、そうそうそうなんです。3個分ぐらい、1個で3個分ぐらいありましたよね。美味しかったみたいな、ね、すごい。もうあのお腹が空いてたので2個食べちゃったんですけど、私も食べました。神石鯛寿司1円っていうところ。1円？え？1円？1円。餃子が？1円じゃない。1円じゃない。1円。ヒアリングもおかしい。ヒアリングが私耳も悪いらしい。なるほど。ということで3大要素をじゃあ、はい、絵で描く、パパパパパッとその絵のセンスがあるかないかもちょっと見たい。大丈夫、私も苦手なので、まあ、あの餃子がねすごく美味しかったよっていう話をさせてもらったんですけど、じゃあ描いてもらってる間にですね、番組のプレゼント紹介をしたいと思います。忘れてた、まず最初、毎度おなじみパルヘジアステッカー、これ私も持ってます。そして宴さん提供のインチキマンションのお笑い CD、 これも私持ってます。なんで持ってるんだろう。あとチャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春菜さんのサイン入りオリジナルステッカーと、今日今私の隣にあのいてくださってるミッシュさんがなんとこんな素敵なサイン入りうちわと、ちょっと一回止めてくれる、来た CD をなんとプレゼントを、目も止まってんだけど、なんかジャケットがヘビメタ、なんかちょっとすごい、え、すごいキラキラしてる、キラキラってこれキラキラしてないんですけど、まあ、こっちを、うん、すごいすごい、そうなんだ、すごいすごい、そっちを、そっちを、そのまま、すごい、なんか私の隣にいるミッシュさんと全然違う。あ、でも、はい、ライブ来たら、はい、全然違うかもしれない。もしかしてこういう衣装着たりとか、スイッチが入るとそんな感じ、あ、ね、あの全然ギャップがすごくて、喋ってるのとあのライブ会場にいるミッシュと違う。いやちょっとスイッチ押してみたいですわ。どこにあるのか、ね、え、本当でハマってもらう、ですね、ですね。ということでこのね素敵なうちわと CD もプレゼントになりますので、ぜひぜひご応募していただきたいんですけれども、番組のコーナーであとね今絵を描いてもらってるスケッチブックの用紙などもプレゼントします。番組終了後に集合写真を撮らせていただいて、それもねサインを入れてプレゼントするんですが、応募方法、これ重要、耳をねかっぽじって聞いてください。スタッフの屋根裏さんが応募用ハッシュタグをツイートしますので、リツイートするかそのハッシュタグをつけてコメントしていただくことで応募となります。ツイッターを連携してコメントしていただくことが必須となりますので、そちらだけお気をつけください。そしてここに出てるんですけれども、パルヘジアカルタ読み札を募集しているみたいです。あのパルヘジアカルタの読み札、絵札にはゲストの皆様にサインを書いていただいておりまして、今週のゲスト、ゲストだって、ゲスト久江さんの日とミッシュさんの実、そして私 MC の鈴音の巣と、今日まだ到着してないんですけれども、一応来られる予定であります、北野佳則さんの向かってる予定です、向かってる予定ですよね、はい、もう募集しますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、まだ描いてる。めっちゃ絵うまい。全然。3大要素がすごい。なんかいっぱいある。
いっぱいある。三つだ。あ、そっか、三種類書いてもらうのに。今の自分を表現するとしたら、三つ何かあげてっていうことなんで。今日はちょっと MC うまくいってるなと思ったら、そうでもない。いつも通りだから大丈夫。いつも通り。あとお菓子。食べたい。お菓子食べたい。うん、私も。何急に今のは何のつぶやきですか私の三大要素のうちの一つ。あ、お菓子食べたい。昨日ライブ終わってから、うん、ここういうことをやってるけど中華料理屋さんじゃないですか、うん、中華料理屋さんっていうのをすっかり忘れてライブしてたんですけど、ライブ終わってからご飯をね出してもらって、私が一番ここで食べて一番好きだった蒸しパンをリクエストして食べさせてもらったんですけど、今日も家帰って持って帰ったやつを食べて、チンして食べたらちょっと硬くなった。やっぱりここで食べるのが、ラップしてお水もちょっと垂らしたんですよ。それでもダメだったから、やっぱり蒸し器がいいんだよね、きっとね。だからここで食べるのがいいんだなと思って、あれ露店販売とかしたら売れそうなのにと思って。露店？路面販売？路上販売お店の前で蒸しパンあるよって言って売ったら売れるんじゃないかなと思って、昨日久々に喋ってました。新宿とかで路上で販売する。新宿で、ここでやる。新宿で引っ張って。じゃあ私売り子やりますのCD も売ってますみたいな。もう大変大変。そして路上ライブもやったりとか。まあそんな感じで、あ、まだ書いてる、結構長い。じゃあ私の3大要素、まず1つ、まあ、餃子っていう話をして、もう1個は今すごくハマってる妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチもゲームしてます。空き時間、今日移動中とかはよくゲームしてる。なんだっけ、妖怪体操だっけ。よう寝るよう寝るよ、振らないでください。申請しなきゃいけないんで急に歌わないでください。振っちゃダメですよね。え、そうそう。あと最後の1個は、でも三大要素の最後の一番大きいのはやっぱりライブですね。私は本当毎日のように今ライブをさせてもらってるんですけど、 MC 飛ばしすぎて突っ込まれちゃいました。ワリパパさん、はい、ありがとうございます。違うか。お、かけた。お、かけた。じゃあ、久井さんから。じゃあ、順番やね。第1個目。1個目。食料です。食料。ざっくり。ご飯、お菓子含め食料。これ頑張ったら、ご飯、美味しいご飯食べれるとか、なんか、そういうのを思って頑張れる。ここでLINEすれば美味しいまかない。答え終わったら美味しいご飯食べれると、あと猫飼ってるんですけど、なんて名前ですか。梅子です。梅子やっぱり一番犬が梅なんだけど。犬が梅子。やっぱり人間は癒しがないし、うん、ダメな動物やと思うので、動物に癒されて、ね、なんか嫌なことあった時でも猫を撫でれば、なんか動物の毛を撫でるっていう行為がすごいなんか癒しにつながるみたいで、ストレスの解消になるみたいです。すごい。そしてかわいい。やっぱりそれ気になったもん。一番がじゃん。そういうこと。ちょっと応援してくれる、これは皆さんですよね。豆まきに豆みたいに書いてしまいましたけど、なんか愛がある絵よね。頑張れって言うてくれるお客様のお声ですよね。やっぱりライブがすごい楽しいんですよね。私は歌、なんていうか、そう、人と触れ合えるじゃないですか。で、身近にやっぱり今日の感想とかどうやったって聞いたら、なんかすごいなんか感動したとか、来てよかったとか言っていただけるのが一番の私のなんか力になりますし、勇気にもなりますし、あ、この曲作ってよかったなっていうことにつながります。
ぱりお客様の声が一番、愛が私にとっては一番重要です。久江さん、ステージからそういう風に見えてるんですね。そうです。こんな風に見えてます。でもね、ファンの人のね、はい、温かい応援っていうのはすごく一番励みになる。そうそうそう、嬉しい。一番ですよ、これが、うん、食料よりもね、食料、はい、この声があって頑張れるから食料がまた美味しくなる。そうね、一段うまい、つながってる、全部つながってるね。すごいすごい。じゃあミッシュさん、はい、私なんか絵が一枚に描いちゃったんですけど、三大要素、うん、歌うこと、うん、歌大好き、うん、食べるのが大好きです。共通点、はい、そうそう。ミッシュさんね、めっちゃ細いんですけど、うん、むっちゃ食べるんです。さっきもなんか餃子2つ食べて、水餃子も食べて、チャーハンも食べてます。はい、めっちゃ食べるんです。じゃあなんかもう、でもね、顔が豆粒みたいにめっちゃ痛いんですよ、ほんとに。じゃあ私全然お腹いっぱいになってなくて、まだこれからって時にもうお腹いっぱいだよねって言われて、うんって、ね、まだお腹いっぱいじゃないんですか。実は、まだ繊細な感じだったんです。そしたらもうお腹がいっぱいだよねって言われて、うん、そうそうそう、いつってます。すごい覚えない、痩せんの。そうなんだ。食べるのが大好きで、甘いものとかも超大好きで、永遠食べてますね。ほんまにすごいですよ。信じられない。ほんまに信じられないぐらいすごいですよ、この人。食べることって飽きません？いや、もうなんかあればもう本当に餌を与えないでくださいって感じで、もうあれだけ食べちゃうんですよ。すごい、すごい。全然大丈夫なんです。気持ち悪くもならずにずっと食べれる。うわー、うらやましい。すぐこうなっちゃう。食べればすぐ肉に。でもその後に私踊るのが大好きで、ダンスが大好き。あ、消化するんだ。そうなんです。そうなんです。動きます。そう、もしかして今日も食べた後に踊りながらここ向かったとか。あ、もちろんスキップで。スキップでもね、ちょっと電車混んでてスキップできなかったんですけど、はい、足踏みして。そうそう、食べたら動くだけなので。ダンスはもう結構ずっと長い間やられてたんですか。そうですね、あの小さい頃からちょっといろんなダンス、バレエとか、あとはジャズダンスとか、うん、モダンバレエとか、いろんなのをやっていて。そうなんですね。いろいろ、いろんな種類とかも結構やってて、私のライブに来ると分かるんですけど、あのお客様と一緒に踊る曲があって。激しいですか、それは。うん、激しくないんですけど、テンポが速いんですね。あ、だけどみんなだんだん踊れるようになっていくので。あ、すごい。それであの一緒にやってくださいって言うと、必ずやってくれない人とかね、あ、ほとんどやってくれるんですけど、こうやって腕組んでてやりたいんだけど、はいはい、こう動かない人がいると、テレヤさんでね、私は MC で突っ込んで大丈夫ですかって言うと一緒にやってくれる。強制的な感じで。怖いな。すごいな、すごいな。打ち気ない人とかこうやってね、本当に多分やりたいと思う。やりたいんだけど怪我しちゃう。怪我しちゃう。すぐでも絶対恥ずかしいとか思っちゃってる人も多いと思うんですけど、まあ、そうね、多分それを解き放して、うん、一緒にやって、うん、もう本当に日頃の運動不足とストレスを一緒に解消しましょうみたいな、うん、ちなみにそれは初めて行った方もすぐ覚えれるような振り付けになってる、はいはい、結構でもそう何回もやって、あ、練習を最初にする。最初に練習をやってからやるので、なんとなくでも間違っててもすごいその一生懸命やってくれてるのがすごく嬉しくて。あ、そうなんだろう。でも最後はもう大体みんなこうやって、あ、簡単な動きとかもあるので結構揃っててすごい嬉しい。なるほど。なのでミッシュさんのライブの時はね、恥ずかしがらないで踊ってほしい。しょう、あ、そうなんだ。ダンスをするんですね。踊りがそうですね。あの、ちなみに3回転ジャンプとかできます？3回転ジャンプ、なんか私、まおちゃんになると。いや、なんかダンスをやるダンスをやる方ってくる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 回るじゃないですか。 あ、はいはいはい、あれできるんですか？回るのは床についてれば。
嘘私のこのすごい新曲、まあ、4枚目のシングルの XYZ っていう曲はその感想の中に入ってる回転ジャンプがあって、はい、回転ジャンプ回転してジャンプするのがあるんですけどそれの瞬間の写真を撮りに来る方が結構そのもうほんと一瞬なんですよ、うん、みんなわかってるんですねそのタイミングそう振りを覚えていて、うん、そのジャンプする瞬間をこうカメラ で飛んでるのが撮れると撮れたみたいなそういうまたそれが面白い楽しいんでしょうね2回しか飛ばないのでチャンスは1回のライブで2回だけ飛んでるあ、うん、それ私生で見てみたいぜひ来てください、ねはい、だって回転して飛ぶんですよ。久保さんできます？私できる。嘘。嘘。久保さん何でもできる。嘘。嘘。久保さんなんだろうなんだろうこうやって言ったらあれなんですけど、はい、結構のんびりしてるじゃないですか。そう昨日も。そうそう。言ってたけど私テキパキしてる。全然してない。テキパキ動ける子なんですけど。はい。でもなんか鈴音ちゃんに。なんかそんなことないよ。全然そういやイメージ。多分みんな一致してそんなことないよって言ってたと思うな昨日。のんびりしてそう。なんかのんびりゆっくりして。いやマイペース。全然テキパキ。いや結構いろ行動的だよね。そうですよ行動的です。うんそうね、うん、でもダンスできるできますマジか実は私よりすごかったりしてえ本当に、うん、ほんまですよダンス嘘いつもの久江さんからは想像がつかないできますよじゃあ3回転とかできちゃうあくるくるって床についてたらできるよね回れる4回転マジですごいね、それは今盛りましたよねちょっとだけねちょっとでも絶対できます1回転、2回転は嘘すごい後で教えてもらおういい私はあの床についてでもくるっと回るのが憧れててあれかっこいいじゃないですか教えましょうか本当にですかよかった今日ブーツ履いてきていいよやった後で教えてもらいます先生2人もいるね、うん、多分ダメ出しして結局できないまま終わりそうだけどそうですということでね3大要素を今聞かせてもらったんですけどす、はい、共通点が食べるの食べること食べること、ね、一緒にいると、うん、結構食べる、ね、食べるもう長いんですかお付き合いは私たちが出会ったのは、うん、奈良県のイオンモール、イオンモールで一緒に出演やったんですよあ、はい、え何年前くらいですか2年くらい前か2年経ちますかねそれで私たち歌い終わって、はい、じゃあ控室に帰ろうかっつって、はい、控室が30分ぐらいかかったんですよなんかお前は10分も会話5分ぐらいのところをなんかぐるぐる回ってあれこれさっき見たよねあれって方向を私たちぐるぐる何周も同じ何周もそれもすごい感じで仲良くなったそうなんか似てるよねそう私たち似てるよねって言ってなるほどなるほどなのがそうですなんか目に浮かびますね想像できるそうですかそれからの仲良し今日はちなみにあの一緒にねご飯食べに行った迷わなかった大丈夫だ今日は迷いました大丈夫よかった無事についていただけてどうもこんばんは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 あいや、そっち行かないで、うん、いや、そっち行かないであ、こっちの方がいい、うん、少しずれるか行かないでくださいこっちで映っちゃうからで、ちょっとこっち行くのちょっとずれるかよいしょあれこっちかはい、さあ、すみません、お待ちしてはい、お待ちしてましたはい、待ってました久しぶりでございます久しぶりですやりましょうかはいどんな感じなんですかもうライブはもうあの、すっかり終わりまして、はい、
三大要素の話をしてからの今次持ち込みコーナーに入るところです。そうなんですね、はい、お話を聞いてる感じですか。そうなんです、はい、いろんな共通点があったよっていうお二人に、はい、お二人は今日初めてお会いするんですか。仲良しです。そうなんです。私が仲良くさせてもらってる感じです、はい、今日は初めて。今日はミッシュさんが初めまして、で、ひせいさんはもう何回も、お会いさせてもらってるんですけど、じゃあここから早速ですが、持ち込み企画に行きたいと思います。はい、イエーイ。あなたの知らない四字熟語。あ、もうこれ前回やったやつやな。そうですやりました、やりました。また久江ちゃんの時だけ来てる感じ。え前回やったな、先月。そうです。まあ、じゃあ当たり当たり。先月は泉まみちゃんが。まみちが来たからか。そういうことは。今日は久江さんがいるから。なんでマミの何の話つながりやねん。よくわかりません。北野さんって来るたびにこう絡まれますよね。そうですね、親しいからじゃないでしょうか ね, ね。いや、あの愛情込めて四字熟語はいつもやってないんですか。前回やられたね。そうです、あの先月魔のコーナーですね。魔のコーナーです。みんなが間違いなく怪我をするコーナーです、ね、そうみんな怪我をしてしまえばいいっていうコーナー、はい。どういうコーナーか、ちょっともう一回説明の方じゃあ、はい、皆さんが好きな四字熟語とか、うん、はい、すごく大切にしてる四字熟語とかあるじゃないですか、うん、はい、その四字熟語を、まあ、書いてもらうんですけど、うん、その意味を私が当てるっていう。いや、当てて解説する。あ、そう、解説する。すごい、前回も俺ちょっとなんか分からへんところがあったけど、はい、ガチの解説なのか、はい、ガチですよ、いつだって。あ、そうなんですか。スズメちゃんにとってはガツ。ガチでガツの。わかりました。はい、かりました。もうガチでお送りしておりますよ、毎回。はい。はい、なんか、じゃあ好きな四字熟語。難しくていいですか。全然大丈夫です。どんとこい。それさ、2人が、出した四字熟語を今日危ういぞ、危ういぞ。今日みんな噛み止めない。MC の2人が解説するってこと。はい。じゃあそれで俺も、はい、怪我したい感じで怪我したくないんです、ね、俺ちょいチャチャ入れてるわでみんなにどっちが正しいかを判定してもらう。はい、そうしましょう。多い方がね、正解正解一つしかないから。それがウィキペディアに載るとかね。そうそう、追加されるそれスズメペディアに載る。そろそろスズペディアができてもいいんじゃないかと思ってるんですけど。なるほど、うん、はい、そう、うん、そんな感じで、なんで四字熟語にその詳しいという、はい、詳しくないですよ。え、あの今普通におかしなことを言うんだよね。あの、これコーナーの根本が、ね、根本がおかしい。1個言っていいですか。うん、いいけど私あの自分の語録がありまして、すずね語録っていうのがたくさんあるんですよ、うんうん、もう覚えてないぐらいいっぱいあるんですけど、なんかそこからのつながりで、あのてるちゃんが、あの四字熟語をやったら面白いんじゃないか。面白いんじゃないか。ごめんな、全然今のところ話見えてきてない。やっぱり今茂みの中です。すずね語録のちょっと 2,3 をご紹介すればと。すずね語録調べても大丈夫ですか。多分すずね語録で検索すると SNS でダウン。すずね語録はさ、世間一般的なその常識からはかけ離れてる語録なわけ。いや、我々の判断の、はい、息にあるわけ。ありますよね。あ、みんな食いっていうことですわ、ね。ちょっと待ってな、はい、ゲストの二人どうでしょう、書けました、はい、まだ。お、悩んでらっしゃってくれてるのかな。私は書けました。書けました。じゃあちょっと書けた人から言ってもらおうよ。ですね。ね、もうちょっとその方がやった方が分かるわ。もう君の説明を聞いてるそう、あの肌で感じた方が分かるタイプかもしれないね。これをすずねちゃんが意味を当てる。そうです、そうです。じゃあ、あの、もう、はい、あ、ちゃんと振ってある。悪義当選。お、これはこれは初めて聞く。本人はもうちゃんと意味が分かって
分かってますですよね。おー、分からないね。調べた。ちなみに悪疑当選、悪疑当選、この言葉は久井さんは知ってました？前から今日知って、今知った、今知りました。あ、これは今知ったか。なるほどね。ちなみに知ってる方いますか、この中に。あ、知らないわ。もう俺もは初めて見たですよね。初めて見た、うん。でも多分、じゃあ二人に解説してもらっていいですか、うん、はい、フリップになんかこういう意味って書いて、うん、なんか書いて、悪疑当選、そういう人がいるってわけじゃないですよ。悪疑さん、悪疑さん、すごい字だけ見てるとなんかちょっと悪い感じ。え、でもね、うん、するね、盗むという感じもあるからね。いい意味でした。うん、分かった。いいヒントですよね、その、悪いけどいいってことですよね。悪いけどいいってことですよね。あの、悪い木を切って、うん、そこから泉が湧き出してみんな喜んだよっていう。盗むはない。あ、盗む。絶対違うと思うけど。何だと思います？当選？当選？悪疑当選？はい、全くちょっと見当がつかんが、悪い意味にしか取れやんような気がするんですけど。悪木当選です。あ、すいません。ちょっとね、悪木でした。悪木とも言うけれども、うん、悪木当選、悪木当選。え、その方が意味が分かりやすいから。悪木当選、関係なく、悪木当選。あー、分からんな。すかさず直した。わからんな。僕はちょっと当てずっぽで当てずっぽで、うん、うん、悪い気では、当てたら CD 無料です。おー、それはじゃあ みんな参加、調べてる人はダメですよ。これさ、俺知らないんだけど、盗んだ泉の水で育てた木は悪く育つみたいな感じ。でもその後悪い意味じゃないですか。なるほど、だから盗んじゃダメよって、あの、ちゃんといい水で育ててねっていう。でもね、盗むって感じがそこに入るのが理解できへんねん、俺。木を盗んだら泉にはまるぞ。ちょっとギブアップです。あ、これすごい難しいかも。これでもいいです。ミッシュさん、ちなみに分かったりしますか？これですか？うん、もちろんですよ。あ、じゃあ今見てたんやろ、自分で一緒に。もちろんですよ。これはでもさ、私たちグルでもです。言ってしまう。いや、これどうする？難しい。これ難しい。普段聞けへんもんね、これ。じゃあこれを皆さん今日覚えて帰ってください。はい。覚えたいと。これ心得た方がいいかな。お？ああ、どんなに苦しくても悪いことはしない。へー、いい言葉だね。へー、悪戦苦闘でも良さそうなの。悪戦苦闘はしてるんやけどね。悪戦苦闘はしてるんやろうけど、悪いことはしないか。当選に、あ、泉を盗むなって、盗まないっていうことだろうね。でもその悪僕と例えるんや、どんなに苦しいという状況を悪僕と例えるんだね。それはちょっと勉強になった。勉強になりますね、これ。私の次のアルバムタイトル。悪僕当選。ちょっと本当に。それなんか、あの、説教が入ってる CD かもしれない。偉いお坊さんの説教が入ってる。久井さんがもしかしたら説教を解いてるかもしれない。そうそう、本当に。そういう意味で。これは普段でもなかなか使えやん言葉やな。うん、へって言われちゃいそうだね。いや、絶対に分からない。意味がないね。じゃあ続いて、うん、ミッシュさん。ミッシュさん。これは難しいか。一択千金。一択千金ならね、知ってる。一択千金は分かると思うんですけど、一択千金。一択？ちなみに、一択千金ってどういう意味ですか？一発当てたるってことやな。ですよね。まあ、あの、もう大儲けしたいという意味やろうけども、一濁、一濁、承諾の濁です。僕はあの素人ですから、
あの学びはない人なのでわからないですけど、あなた先生でしょ。はい、そうなんです。先生、はい、四字熟語を任せなさいっていうテンションやったじゃないですか。ねえ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 ってびっくりですよ、こんな言葉があるとは。これもでも初めて見たわ。でも承諾の諾ってことは認めるってことですよね。そうです。だからどっちが先生や。先生だから聞き出してる感じがするね。なんかクイズを当てにいってる、ね、当てにいってる感じがするけれども、いいよそれでもね、ちょっと答えたいな。先生はもう分かってるはずなのにな。先生、いや、ちゃんと分かってる程度やってください。そうですね、いきますよ、うん、これをじゃあ説明します。千人のお金を一人が持ってても許します。意味が分かんない。どういう、それはどういう意味。それは何、千人分のお金を一人ずつ示しても許されるってことですか。いや、許しちゃいけない、それは。それはまずいんじゃないですかね、先生。すぐ否定しちゃったけど、これは多分銀行のことを言ってる。なるほど。銀行、銀行4文字しなくていいよ。2文字のこと。え、2文字って言ったら今何。あ、銀行は2文字。それさ、4文字にする必要ないよね。なんかさ、その仕事の大きさ的なことを 言うてたりするのかな。コツコツ稼ぐ仕事ではなくて、なんかその一つのイエスノーでもう千金が動くというような。それは威嚇千金ですね。あ、そうか。え、ちなみに、うん、一攫千金と一攫千金っていうのは逆ではない、似てる。逆ではなくて、ちょっと似てるんや。でも同じ、ちょっと意味合いが違うんですけど、そうですね、これ一つのことを一生懸命頑張ったら、こう地道にやっていくことでいつか花が開いて千金になるよ。あー、でも近い、近い。おさすが、さすが先生。自分の CD だから自分の CD だからさすが。じゃあちょっと正解を、正解は、一攫千金、一度承諾すればそれは千金に匹敵する重みがあるという意味で、一回引き受けるとこれだけの重みがあるっていうことです。心して引き受けなさい。勉強になりました。でも今日はなんかすごい、一生懸命。これはね、これ私すごくちょっと逆にさ、ちょっとバカにされてると思う。これ一生懸命じゃないんだよね。一緒と一生ってあるじゃないですか。え、知ってます。そうそう、ある。生まれるっていう字と、うん、ところって書く、うん、一生懸命と一生懸命っていう、あるん。金八先生になった気分。これはですね、鈴音ちゃんを見て私は感じました。なんだろう、なんかドキドキする。砂吹きいやなんかもう目がキラキラしてて、命がけて物事に当たること。もう命かけてますよ、四字熟語に。全然かかってなかったこれまで。簡単ですけどね。なるほど。いざなんかどういう意味で。ちなみに、ね、命がけ、まあ音楽はね、みんな一生懸命命がけで、うん、命を削ってね、書いて作るじゃないですか、うん、ミュージシャンって、うん、生み出すの、うんうん、それ以外になんか一生懸命になったこととかってあります？音楽以外で。音楽はもう当たり、もうもちろんみんな知ってることだけど、うん、音楽以外でなんか一生懸命になったこととか、うん、どうですか？私はやっぱ踊りが好きなので、あの練習とかを結構スパルタでやってたので、一生懸命頑張り屋さんのタイプ。そうです、なんかできないと悔しくて、結構負けず嫌いだったりして、そう、なんかできるまで頑張っちゃうタイプ。4回転、あ、3回転で4回転は久々さん。そう、3回転。え、1回のジャンプでってこと？あ、何？あ、横に？
床について、えくるって、あのくるくる、あ、ターン、そうそうそう、ターンね、あ、びっくりした、こう、こう、こう、何回できました、え、いや一回できたらええとこじゃないかな、その、ごめんなさい、その限界にチャレンジしたえ、でも一生のうちに1回はみんな何回回れるからトライすると思うんですよね。あのちゃちゃちゃってはあると思うけど、そのシュッて、あ、そうですか、うん、よく言われるんです、あのこの帽子が帽子がそんなしてんの、うん、え、1回のこのこれでってことですよね、そうそうそう、多分ね、もう最長は4回転の4回4回っていうことはかなりのつま先でこうねえ、そうですよね、勢いを殺さずこう回ることができないとダメ、そうなんですね、結構おっとりしてるんですけど、うん、意外とすごいっていう誰やねん、なんで笑われたのか分かんないけどダンス、はい、ダンスが草井さんは思いつかなくて、なんか今まで、まあ、なんか学生時代部活とか、ああ、いやいやいややってたんですけど、いやいや、うん、なんかでもやり遂げた、やり遂げました、何のなんかそこで精神が鍛えられたような気がするんですけど、でもなんか音楽以外になんか一生懸命やったことってあんまりないかなって思って、なんかやっぱりなんか音楽あっての自分やと思ってるんで、やっぱり音楽しかないですね、あ、いいです、それがでも一番、うん、あの多分久井さんを応援してる方はそれが一番聞きたい言葉だったんじゃないかな、ね、さっきのあの豆の人たちさっきすごいんですよ、あの久井さんを構成する三大要素の一つが応援してくれるお客さんっていうやつだったんですけど、うん、そのお客さんの絵がひどくてほらステージからあんな風に見えてた、可愛いじゃないですか、可愛い豆粒たちじゃん、あの髪の毛生やしてあげてほしかったあ、みんな、そう、みんな、みんなちゃんと髪の毛あるのに、後ろの方なんてただの丸やでもまつげあります、ご飯粒、ご飯粒みたいな、かわいい、でもあの久江さんは、あのたまに毒を吐くらしいんですけど、あのそれがまたお客さんは嬉しいみたいで、それはなんか勘違いしちゃうね、聞きがやるよと、え、なんでですか、いや別に愛のある毒ってあるじゃないですか、愛のある毒、うん、ある意味プレイだよ、プレイ、プレイの一種な、こう毒を吐いてもらって楽しむっていうプレイ、もう何やったらそのねえ、ひざまずくぐらいの癖になる、そう、なんか癖になる、なるほど、その、うん、お客さんに対してすごく物腰が柔らかい毒を吐く、難しいですねあの、なんて言ったらいいのかな、すごくあの伝えたいことが伝わってる、ここにいる方には伝わってる、優しいんだけど音がきついみたいな、あのなんか、なんて言ったらいいの、それこそあの天使の蘇生、そう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 、でも毎回毒を吐いた、初めて毒を吐いた方でも必ず次来てくれます、そうそうそう、それ毒にやられちゃった感じだから中毒性のある毒どれぐらいの何やろうかね、その何に対して言われ、その人の何に対してそれはなんか、うん、外見ではなんか神戸のファンの方がいるんですけど、うん、神戸のションベン小僧とか言ったりあとあのすごく印象に残ってるのが言ってた、連発で言ってたよ、ね、しかも神戸のションベン小僧、なぜその人はションベン小僧やったの、ね、その人ね、ニコニコして嬉しそうなんですよやっぱりやっぱプレイ、プレイじゃないのかでもだから嫌がないんだって久井さんの声、歌声ってすごく心地いいんですよ、だからあの気持ちよくなってあの眠気を誘われる方も中には多分いらっしゃると思うんですけど、もう小便小僧でもええやん、そしたらクラクラしてると小便小僧って言われる、久井さんはそうやって起こしにかかるそうステージからその優しい毒をこう優しい毒をかけるわけなんだこれがもうお客さんにとってはたまらない、もっと小便小僧やん
いいなぁ、小便小僧みたいな。なんかどんどん汚い番組になってくる。ね、でも久江さんだからそう許されるなと思って、うん、許されない人もいるかもしれない、そうだと思います。でも、うん、そう、人を見て言ってる、あ、この人は言ってもええなみたいな、もうそろそろ大丈夫かな、泣いちゃったら困るなと思って何回か接して、うんうん、じゃあ俺今度代弁ジジイって言われるように頑張る、ね、嬉しい。ちょっともしも久江さんの口からそんな言葉が出てきたら私どうしたらいいかね。本当にファンの人ニコニコしてうんうんって、ね、きっとね、それでもやっぱプレーなんだな。もう本当そういうことをね聞くとね、あの喜んじゃう人たちがたくさんいるのでこの話は ここら辺にしたいですね。まあ、あの今日はたくさん時間があってですね、いろいろお話をさせてもらってたんですけど、いいじゃないですか、あのなんか北野さん今日初めましてですよね、うん、あの久井さんはお会いしてます、あ、はい、なんかミッシュさんって面白いんですよ、うん、あのまず名前、名前、うん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 、あ、はじめまして、そう、せっかくなので、はい、ですね、お待ちください。たくさんの小便小僧。これ見て何か気づきません？ミッシュと呼ぶのかな？ね、そうですよね。うん、これ、うん、難しいな。ドゥルルルルピンポン。はい。やっから読んでも同じ。そう。もう正解です。なかなかこういうのってすごいですよね、うん、と意味ってあるんですか、180度どんな状況になっても、うん、私は私で変わりませんっていう、そうなんですよ、この人はすごいんですよ。久江さんからミッシュさん自慢をちょっとすごい尊敬してる部分があって、うん、なんか普通ね、あのアコースティック対バンでアコースティックの中にこういうダンス系の方がバンって入れられたら、うん、なんかちょっとえってなりません、なんか自分がその立場やったら、うんうん、ダンス系やったら、うんうん、え、私そんな無理って私やったら多分なっちゃうんですけど、この人はもう見てみみたいな感じで、そう、もうなんていうんですか、正々堂々と自分を見てはる、うん、そんな関係ない、関係ないんですよ、なんか来てくださってるお客さんを楽しに、あの、うん、何ですか、元気になってもらって楽しんでもらいたいから全然気にならなくて、全く関係ない、ね、もう自分は自分なんです、そうなんです、でもそういう風にステージに立てるのってなかなか難しいですよね、そうですかね、なんか、うん、でもせっかくこう来てね、うん、こう忙しい中来てくださってるお客さんにこうやっぱり自分を見せたいっていうか、ね、うん、時間もそんなね、うん、何時間待ってるわけじゃないんで、こうやっぱり自分を出したいっていうか、そのお客様のためにもう全力で、全力で、そうですね、そこは尊敬すべきですよ、なんか食べたい、お願いします。ちなみにあのタイムラインで被災中毒患者がいるわけでっていうコメントとかが入ってるんですけれども、あのまだ毒が吐かれてない方もいらっしゃるみたいで、多分待ってると思います、はい、イクミさんっていう方、そうですね、イクシはもうまだ吐かれ、まだ女の子なんでね、優しくしております、イクミちゃんを、物販終わりでダラダラしていたらおっちゃん早く帰ってと、はい、そうなんだ、はい、では早く帰ってって言います。普通に言うんですか？言います、あの お店の人にも迷惑かかるので、はい、はい、解散って、それででも絶対久江さんとみんなまだ喋りたいじゃないですか、はい、それでも例えばまだ痛いっていう空気だったとしてもそうですね、押し返す、そうです、なんかお店の人ももう閉店ですって言ってはるんで、早く帰ってやっつって、あ、はい、そうなんだ、いつまでおんねやってでも正直ほらなんか、ね、時間過ぎてて気になるけど、なんかせっかく来てくれてるしっていうのがすごくけど、はいはい、なんかでもニヤニヤしてるんですよ、そう言っても、早く帰ってよっつっても
だからその毒が嬉しいから、言われたいから帰らない。言われて帰らない。わかるわそれ。それわかるわ。わかるんだ。あの好きな先生とかにわざといたずらして怒られる。優しく叱ってほしい。優しく叱ってほしい。でも全然なんか嫌な感じしない。嬉しいかも。なんでなんでしょうね、不思議な雰囲気を持ってる。多分私がそれを言うとすごい反感を買うと思います。早帰ってなんて言ったら、何エセ関西弁使っててますね。てかいや、あの何だよ、あの札幌の言葉で言ったらどうなの。それはしたっけ、じゃあね、したっけ、したっけ、じゃあね、そうやったらいい。うん、いや、なんか言えない。なんかしたっけ。いや、私なんかね、そうなんか言えない。うん、言えない。言えない。無理して言わでも。なんか言うタイミングは今までそんなになかったかなと思うんですけど、久々さんは全然ガンガン言っちゃう。言ってもみんなが笑ってる。なんかお母さんみたいな感じなんですよ。あ、はい、お帰りやって言うんで、お母さんもなんか感じてるのかな。お母さんを感じられてるの。こんなこの人たち。お母さん、お母さん、子供たち。子供、子供たち。可愛い。まあ、でも愛があるね、帰って嫌だから多分ね、皆さんニコニコしてると思うんですけど、ところで今日のプレゼント用ハッシュタグまだご紹介してなかったんですけど、そろそろライブまだ大丈夫ですか。そろそろね、せっかくなので、ハッシュタグ読んでもらって、はい、でじゃあちょっとハッシュタグを先に読みたいと思います。今週は天然を通り越し自然も通り越し、宇宙の鈴音ちゃんが MC で久江ちゃん、ミッシュさんを迎え、北野さん間に合ったよ、ストッキングな放送放送で、デッドです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 、うん、です DEAT です、はい、最後 H 抜けてるから、はい、H が抜けてます。これがハッシュタグです。はい、リツイートしてください皆さん。今日はプレゼントあるんですか。いっぱいあります。いっぱいあるんですか。はい、いっぱいあるんです。さっき紹介してくれたんですかね。紹介しましたね。いい、じゃあちょっとあの、はい、セッティングをしてもらいながら紹介します。そうですね、誰から行きます。あの久江ちゃん、久江さん、久江さん、セッティングをお願いします。ハッシュタグ出ましたよ皆さん、リツイートしてください。番組の最後に抽選します。プレゼントはどんなのがあるんでしょう。もう一回ちょっといきます。はい、よく教えてください。毎度おなじみクラブバルヘジア、このステッカーと宴屋さん提供のインチキマンションのこれはあるね。うん、あるな。はい、インチキマンション。はい、そして CD、あのクラブ、あ、クラブじゃないや、チャイナスクエアのランチライブに出演していただいた松澤春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、はい、そして今日ご出演していただいておりますミッシュさんが、うん、このうちわと CD、 サイン入りのうちわと CD のメタルな感じの、全然違う。タイトルが XYZ という曲なんですけど、うん、あのアルファベット ABC から始まるじゃないですか、はいはい、で XYZ って言って最後の最後でもう終わりがないということで、究極の愛がテーマで書いてます。はぁ、い、この重い鎖を愛でほどいてとか、すごい歌詞が重い感じのすごいもうヘビーなんですね。ヘビーな、まさにこれ当たったら嬉しいな、はい、全部1名様ね。この曲はかなり軽やかなんですけど、ありがとうございます。はい、ぜひ聴いてください、はい、ということで、はい、ね、ついてきますので、たくさんありますね、はい、たくさんあります。ぜひ皆さんリツイートして応募してください、はい、今日ね、ゲストのお二人が書いてくださったこの絵もプレゼントになります。これも当たります、うん、あげます、ね、これも欲しいな私。これ結構見れば見るほど、なんだろう、愛着が湧いてくる。すごい可愛い、くねんにポツポツね。これあの、ヒゲか。いや、どうなんでしょう。ヒゲはここだったら猫になっちゃう。ヒゲじゃなく
ね、今日会場の方にもたくさんのお客さん来てるんで、そうだね、ぜひ、ね、どうやって郵送を書いてもらって、郵送料がかからないようにしてもらえるリツイートしていただいて、携帯に、ね、ですよね、はい、この持って帰ってもらえる。ちなみに今日ってなんかテーマはあったのかな、はい、今日はですね、天使の悪魔にとっての天使の囁きは、そうそうそう、天使の囁きはっていうのは どういうことやろう。今日は天使の囁きの日なんです。天使の囁きの日、2月17日が天使の囁きって、 どういう捉え方したらいいんや。あの本当に鳥の声だったり川のせせらぎだったり、自分が好きな音というか、まあ、言葉とか癒しってことです。癒しってことって書いてありますあ、そうなんや。そんな、お金拾った時にさ、あの、はい、天使の声とか、ね、悪魔の声、そういうのじゃなくて私最初そういうのかなと思って、とらえ方、私もそう思ってました。癒しの声だそうです。ちょっとそれは後々ちょっと聞いていきましょうか、はい、セッティングはいけますか。じゃあ北野さん、まあ、グッと下がるよ。それでは、さえさんのステージをお楽しみください。ありがとうございます。4月11日に僕に魔法が使えたらと、先ほど歌わせていただいた月に隠れてという曲が収録された、オムニバス CD を出します。次は、僕に魔法が使えたら聴いてください。
ありがとうございます、では、次の曲、祈りという曲を歌わせていただきます、歌詞を、重点的に、曲作りをしております、私が最も、歌詞に、力を注いだ曲で、ぜひ歌詞を、などってたどって聴いていただければとても嬉しく思います、この世界に対する思いを、書いています。聴いてください。祈り。ねえどうして美しいのだろう。ねえ生きるって伝わらないことだらけ。ねえわがままな愛が渋滞し
瞬にも世界は美しいのだろう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ねえ、もう続いてはミスさんセッティングを。なので、はい、私が、あ、じゃあ、そうなんで、はい、MC だけ。そうなんです。そうなんです、大人の事情で。ありがとうございました。ありがとうございます。では、はい、セッティングをお願いします。はい、じゃあさっきも聞きましたが、その前に皆さんあれを、ハッシュタグをやってくれてますかな。結構入ってます。やってくれてます。どんどんやってくださいね。このライブの後に抽選しますから、まだ間に合います。ぜひぜひ。だってこれお得だと思いますよね。そうですよね。すごい。すごいお得だと思います。すごいじゃんじゃん入ってきます。そう、ぜひぜひ。ぜひ。今からでも間に合いますからね。それで今日の、テーマなんですけど、天使のささやきはっていう、ちょっと難しいテーマではあるな。そうですね、難しいですね。ね、なぜに。天使のささやきなのかわかんないんですけど、ちょっと2月17日が天使のささやきの日だからです。あ、ほんまに。その私なんか MC だ。世間が一般的な感じで。はい、そうなんです。なんでなの、知ったばっかりなんですけど。なんでなの。まあ、まあええや。なんでか天使のささやきの日らしいんですか。あります、天気じゃなくて天気のささやきです。ささやきなんていうこと ありますか。僕ないっすね。悪魔のささやきは、悪魔のささやきもないけど、天使のささやきで、そう、さっきの捉え方やと何、癒しの声、癒される何かがささやきですかね。あの奥さんが台所でコン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 、奥さんがお味噌汁作ってる音とかが天使のささやきになるんですかね。安心はしますけれどもね。そういう感じなんかな、天使のささやきって。ささやいてるかわかんないです。わかんない。ちなみにございますか。天使のささやき、なんだろう。天使のささやき。これ難しいな、このテーマ。ちょっと現実離れしてる感が。いろんな捉え方がありますよね。うん、そのお金届けないよとか。そのやつは分かりやすいよ。そっちやったら分かりやすいよ、ね。交番に行けよって。うん、そうそうそう。ね、自分の中の善の天使やったら分かりやすい。財布に入れちまいなよ。それ悪魔。そうそう。天使のさ、皆さん何かありますかね。ぜひぜひ天使のささやき。こういうことだよ。皆さんはなんか、あのタイムラインの皆さんは今日のゲストの方たちの歌が天使のささやきだって。うん、皆さんいいことなんか英語で言おうとしてますけれどもね。ちょっとションベンコゾーって言われるんです。CD くださいって言われるのが天使のささやき。なるほどね。確かにチャリーンってやつですね。だそうですね。チャリーンってやつですね。だそうでございます。CD ください。あ、でも頑張ってくださいって言われる。チャリーンってこうなのか、ペラっていう方なのか。逃げちゃってるね。ごめんなさいね。じゃあ、MC 歌わせていただきます。鈴音さんです。私もチャリーよりペラの方が嬉しいですけれども、あの、つい先日1月25日に発売した CD の中からこの曲をお届けしたいと思います。忘れゆくように。書いては消した一枚の手紙は今も引き出しの奥であなたに届けられず、私の元で眠ってる。絞り出してこぼした涙の先、曖昧な未来でもしも
じたくて美しい空に手を伸ばした。戻れないあの日のぬくもり、色褪せてく記憶の中散らばった。すいませんでした、ね、急遽ね、ミッシュさんが、ね、手伝っていただいたんですよ。そうで、さっきそうそうなんかフランス料理は運んでそうな確かに高級なものをね、運んでそうな、確かに担々麺とか中華丼とかめっちゃ運んでましたお待たせしましたとかめっちゃしてる。そのあ、ね、はい、近かったんですか、たまたま、たまたま、ね、
呼んだら私のお手伝いさんとして来てくれはったんですよ。そうなんです、はい、でも中華丼運び中華丼運ばされたでもなんかすごく珍しかったらしくて、そうそう、みんな携帯出し出してすごいなんかみんな喋り出してどうしようと思ってなんかポーズ取っちゃいます。お運びに向いてはった。ねえ、なんか才能あったってあのまた意外な才能がそこで、ね、またやった方がいいって。じゃあ今度ねまたお手伝いに。じゃあ久井さんがここでワンマンライブをするときは、はい、ウェイトレスミッシュで。あ、なんか漏れなくミッシュさんが、はい、でも本気でウェイトレスミッシュにされるみたいで。そうです、はい、あ、もう決まり？チケットにウェイトレスミッシュって書いてます。チケットになんか私のウェイトレスミッシュがなんかクレジットされる。すごい、それはレアなチケットね。また足を運びたい人が、ね、い増えるんじゃない？あのね、ちょっとね出すの遅くなってもね、ミッシュさんの笑顔でお待たせしましたって言われたら許してみんな許してくれる。なんかみんなねすごく笑顔で受け取ってくれました。はい、しかもそのミッシュさんが久井さんが手作りしたアイスも運んでくれた。運びます、はい、最後の締めですよ、はい、あ、それはもうみんなに漏れなく、はいはい、そうなんだ。美味しいんです。それは食べたじゃないですか。食べました、昨日。美味しかった。私2個も食べちゃった。いいな。ミッシュさんなんか何でも2個なんです。あ、そうなんです。そうなんです、倍です。でもし食べたい方がいらっしゃったらまた来年のバレンタインにね、多分また違うものがもしかしたら出てくるかもしれないけど、あのまた作ります。お、まあまあここでまあまあライブの時は作らせてください。私もじゃあ来る、見に来ます。ごちそうさまでした。それでは北野さん準備ができました、はい、お願いします。
もここにある、たった一つだしかな、どこかにはつながってるはずの地面を蹴って3月の4日、うん、渋谷ブエノスで、歌わせていただきます。クラブディナーといいまして、あのクラブ系というかダンス系のアーティストさん、結構元気系なアーティストさんが集まってのライブです。もしお時間がありましたらぜひ遊びに来てください。詳しい詳細なんかなんかちょっと、はい、mish.com というホームページがありますので、うん、こちらの方ぜひ、mish.com ですね。あと Facebook、Twitter、あとアメブロミクシーやっています。mish スマイルで、検索していただきますと出てまいりますので、ぜひ、うん、ぜひぜひ。それは愛足りなくないですか？え、mish、あ、愛足りないです。愛が足りない。それだと反対にしたら違うもん。すいません、愛足しました。愛いっぱいです。はい、ということで、そして、うん、3月もう2つあるんですが、3月13日赤坂グラフィティさん、そして3月20日エコダマーキーさんで歌わせていただきます。こちらもいろいろ違った曲とか、うん、あのいつもと違った雰囲気の曲も歌いますので、ぜひ遊びに来てください。おー、はい、ホームページの方に詳しい紹介を載せてるんですね。はい、ホームページに載ってます。何時からだとかっていうのは、はい、予約とかもそこでできる。はい、できます。はい、だそうです。皆さんチェックしてください、はい、こっちは。あとこれ、はい、私あの食べるのが好きなだけでなく、うん、実は愛媛の食育ソングを書いております。南海放送といいまして日本テレビ系列なんですが、あの実は愛媛県で毎日流れていまして、子供たちはほとんど、はい、結構知ってる曲なんですが、ガブッといっちゃってという曲、はい、ガブリエル君というゆるキャラの曲を書かせていただいてます。あのまだまだ人気薄なので皆さんぜひ応援してください。ガブリエル、はい、だから食についての番組なわけですか？番組もそうですね、うん、なんですが、そうですね、あの愛媛の食育応援団という、あの食育をも全体的にこう応援する軍団がいまして、はい、そうなんです。それのゆるキャラがガブリエル君、ね、ガブリエル、はい、ゆるキャラグランプリ2014参加したんです。そうなんです。じゃあこれからもしかしたらグイグイ来るかもしれないですね。グイグイ、あのフィナッシーを超えるのは皆さんの、あの応援で、応援したい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて久井さん。はい、明日です。明日赤坂グラフィティで松岡里香ちゃんプレゼンツで出ます。一番最初19時から歌わせていただきますので、ぜひ来てください。あと6月14日小川恵里さんと久江のツーマンがあります。あと7月5日東京3回目のワンマン、こちらチャイナスクエアさんでギター佐藤和真、キーボードが小川恵里、ウェイトレスミッシュです。すずねちゃんも来てください。7月7月5日、はい、で
こんな感じで3月詰まっておりまして、4月も詰まっておりまして、客席も詰まって、客席がいっぱい、そうですね。ほんで、あそこだけあもう言っていい、まだです。はい。一生懸命やりますのでよろしくお願いします。被災は日記を書いてまして、アメブロで被災で検索していただければ出ると思いますので見に来てください。よろしくお願いします。どうぞ。はい、私もいろいろライブとかやってるんですけど、うん、ありすぎてわけがわからなくなってるのでピックアップします。たくさんのライブの中からピックアップ4月10日チャイナスクエアでやりますので、ぜひよろしくお願いします。あとは3月に、久江さんと大阪に初めて遠征させていただくんですけど、その時一緒になる、はい、一緒にやらせていただきますので、うん、大阪の皆さんぜひぜひちょっとうるさいやつが行きますけれども、仲良くしてやってください。よろしくお願いします。そうや、そうや、いいな大阪ね、楽しみ。なんか大阪の人はバーンってやるとみんな倒れてくれる。全然倒れない。そうニュースでね、よくやってるじゃん。ニュースじゃないか、特集組んで。知らない人にバーンとか言って倒れたら結構びっくりします。逆に、それはさ、すずめちゃんはライブの MC 中にバーンってやるつもりだったもん。はい、やってみようよ、やってみよう。一番前の人に、はい、ちょっと初めましてだけどっていう感じ。気を取りどころやな、その人に言うんじゃない。ま、街中でやったら絶対そんなのやってくれ。やっぱあれはテレビだからなんですかね。さすがに、さすがにそんなのないよ。やっぱり 裏の仕込みがあったんですね。だってその後どうすんの、すれ違った人がバーンってやって倒れた後さ、どうすんの、立ち上がって普通に立ち上がってどうもってて、いや手を差し伸べる。なんかみんな大阪の方は仲いいのかなっていう、通りすがりの人も、ね、も盛られてるよな。そのまま素通りされたらちょっとどうしよう、ね、まあの手の立ち上がって、ね、ちょっと寂しい、ね。まあ、知ってる人にやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、北野さんも、あ、大丈夫です。え、 CD は CD、 新しい CD は、あ、ぼちぼちと今日持ってきてくる、2曲入りで、今歌った曲と2曲入りで最近ちょろちょろと作った CD がございます、うん、今日持ってきた何枚か、はい、おお、2曲入り、もう1個む、もぬけという曲と2つ入って500円で購入しております。よかった。では、はい、どうしよう、抽選を行きますか。行きたいです。今日はもう、うん、プレゼントいっぱいあるからね。そうなんです。そして抽選はミッシュさんに、はい、私ですか、はい、すごい、聞いていただこうと思います。この中に、応募してくれた方の名前が書かれた紙が入っております。アナログな形式でございます。今ガラガラガラとこう、ガラガラといっぱいが出ましたからね。私、引っかかってるんですね。そう、もうインチキなしでございます。はい、さあ、選ばれるのは一人だけ、はい、じゃらーっ、ブルーッ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 、ダジマルさん、ダジマル、ダジマルさん、おめでとうございます。ありがとうございます。当たったのは何回目だ、これは初めてじゃない、また取りに来る感じかな。1、2、3、4、5回目じゃない、そう、今日で、はい、すげえ、めっちゃ当たってきた。え、あ、そんなに当たってる？多分赤丸ついてるのが当たったのです。おー、すごいね。え、そんなシステムやったんや、俺初めて知ったわ今。え、嘘、今初めて知った、なんで赤丸つけてるんやろう。でもね、はいはい、10回に1回か、すごいね、当たってる感じ、すごいですね。ありがとうございます、おめでとうございます。あ、そうなんですね、あんまり当たらない。で、たまに取りに来るからね。へぇ、てかお待ちしております。お待ちしております。おめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、今日たくさんくれましたからね。はい、もうプレゼントが盛りだくさんでございますからね、お楽しみくださいね。はい、おったらこれ何も当たらないんですけど、今日見てくれた方全員の名前が書かれた紙が見ております、はいはい、これもみんなこうやってバッと、はい、博士太郎さん、ありがとうございます、みたいな感じで読み上げてください。わちゃーってやってください。パルヘジア、パルヘジア、新地表みたいならしいぞ。混ぜてない、混ぜてデジさん、ありがとうございます。ありがとうございます。したたかさん。したたかさん、ありがとうございます。あおにさん、ありがとうございます。なべちゃん。なべちゃん、ありがとうございます。かもんさん。かもんさん。
さんありがとうございます。ひろしさんありがとうございます。ありがとうございます。屋根裏の肉。屋根裏の肉。はい。屋根裏の肉。桃猫さん。やっぱ猫さん。ミールさん。ミールさん。ありがとうございます。匿名のすけさん。匿名のすけさん。ありがとうございます。あきらくん。あきらくん。ありがとうございます。ナスクさんかな。ありがとうございます。ありがとうございます。カリセンさん。カリセンさん。ありがとうございます。あ、僕でございます。ミュージックでございます。萌ちゃん。萌ちゃん。ありがとうございます。やべ、そうだった。かきつばた。かきつばたさん。かきつばたさん。デニーさん。マジョさん。酒井真也さん。ありがとうございます。メッシュさん。メッシュさん。ありがとうございます。メッシュさん。若林さん。ありがとうございます。若林さん。ワリパパさん。ワリパパさん。ありがとうございます。マサノスケさん。マサノスケさん。ありがとうございます。佐々木哲夫さん。ありがとうございます。佐々木哲夫さん。ラッコさん。ラッコさん。いくちゃん。あったんだね。パヤネのさかやん。さかやんさん、ありがとうございます。ずんじさん。ずんじさん、ありがとうございます。ともさん。ともさん、ありがとうございます。スマイルミッキードリーム、すごい。スマイルミッキードリーム、ありがとうございます。塩田さん。塩田、トラちゃんね。ありがとうございます。のんたさん。のんたさん、ありがとうございます。大田脇誠さん。大田脇誠さん、ありがとうございます。ムツゴロウさん。ムツゴロウさん、ありがとうございます。キサイさん、ありがとうございます。ウマキチさん。ウマキチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ウィローウェル。ウィローウェル、ありがとうございます。ありがとうございます。スズメ。ありがとうございます。全部終わり。たくさんの方が見てくれましたけれども、はい、視聴者の皆さんにちょっとメッセージをいただきたいと思います。はい、はい、今日初めて参加しましたけども、なんか長いようで短い、あっという間の2時間ですごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。はい、今日は、仲良しのすずねちゃんとミッシュさんと出れて楽しかったな。はい、とてもリラックスして挑めました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ番組告知を。はい、お願いします。クラブパルヘジアでは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンでご覧の方はこちらのいいねボタンやツイッターを押してください。そして右斜め上と左斜め下を指してこうか、チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。来週のゲストは、来週の MC が第4火曜日担当の橋爪ももさん、そしてゲストが月末火曜日マンスリーゲストの花笛演奏家のモリスンさん、モスリンさんで、モスリンさん、間違いなくモスリンさんでございますので、はい、来週もぜひ見てください。はい、って書いてます。他ね、他、はい、はい、アンドモア、アンドモア、アンドモア、なるほど、なるほど、カミングスーンというか、カミングスーン、カミングスーン、まあ英語とか、コンティニューの、ちょっと早いね、そうですね、早いですけど、いい感じ、はい。でも今日もたくさんの方が見てくださって、見てくれましたね、いっぱい見てくれましたね、ありがとうございます。ちょっとほら、いろいろ囲んでくれてますよ。少しご挨拶を、ね、せっかく、はい、次はいつ頃出演されますか。いつ頃出演させていただけるんですか。絶好賞が始まるの。余った時間でぜひ呼んでいただけます。来週か。来週か。もういつでもウェイドレスできます。あのすごい看板娘になるかも。ホイズルスの時はなんかこうなんかいやいや、でもありますよね。すでに発注かかってるらしい。私のためにですか。すごい大好きです。専用の大好きです。すごい。私はウェイトレスですね。いや結構期待に応えてくれるんじゃないでしょうかね。
いやだってほらジャケットの衣装見たら何か何でもいけちゃう、でもね最初のアルバムはこんな感じだったあ全然違うそれからなんかちょっとだんだん変わってってこれがファーストシングルでその後からちょっとなんかちょっと変わりだしセクシーよそうなんでそれで3枚目がこれなんですけどそれでそうですそうなんですこれ裏もすごいですもん裏も可愛い裏も見えるかいろいろねぜひすごいセクシーセクシー皆さんよかったらお時間あったらぜひ聴いていただけたら嬉しいですあすごい、はい、すごいそれその撮りアングルとかって自分で言うわけですかそうですねカメラマンさんに撮ってもらった中で、ほぼ自分で選んで、はい、そうなんですそうなんですなんか全然違う可愛いねまた印象が変わるゴロッと変わるライブもぜひお時間あったら見に来てくださいぜひぜひ伏せさんも明日やりますしね明日赤坂ゴラフチ来てくださいぜひぜひいつまでいらっしゃるんでしたっけ伏せさんは明日までですあじゃあ明日が最後、はい、東京明日最終日です、はい、ぜひぜひ本当行かなきゃそう明日小川恵里サポートなんてぜひ来てくださいそれ大事サポート入るとまたガラッと変わりますもんねそうです、うん、雰囲気が本当にいやなんか面白い時間を、うん、北野さんいない時から結構結構なことですそれは結構なことでございます急に楽しんでもらえたのは何よりでございます、ね、忙しかったみたいね、またまたそれじゃあもう一回かなそうです、来月が最後なんですけど、はい、あ来月もまみちゃん来る来月まみちゃん来るって、ま、来るってまみちゃんあってことは北野さんも来てくるどうしてもそこにはめようとしてるからまみだからね四字熟語ちょっと今度違うのしてみたらちょっと来月だけもうみんな先生じゃないっていうのはもう来月ちょっとなんかもっと面白いやつだってマミチは結構いけちゃうじゃないですかいけちゃいます頭がハードルどんどん自分で上げていくよな先生って言ってみたら来週もっと面白いことしてみるって言ってでも投げますそれを今度逆にすればこういうことを言ってる四字熟語を上げなさいって言われたら自分が書くみたいな四字熟語なんかよく、ま、なんか一個だけ抜けてるやつとかってわかんないですよね焼肉定食的なね焼肉定食的なもう今の例題でさ焼肉定食出た段階でさ四字熟語なんですかよくあるじゃないですかでも。わかんないチンジャオロースとか。ああ。スズネ熟語でいいんだよ。スズネ五六。五六はあるかな。スズネ五六になったらもう何でもありんやってまう。サポート。あでもそうやって考えたら四川料理って。四川料理まで違うよ。違うよ。四川料理。四川料理。ね。あすごい新しい発見だ。まあ番組の最後に新しい発見をしました。来月いや、あえてそうしてるらしい。そうなの。四文字が多くて、まあ長くても五文字とか。だからエビチリって言ったらね、感想なんか。感謝しちゃう。とか、それも面白いかもね。ああ、どうか。ああ、ここだから。ここだから。中華料理の名前を読めるかっていうクイズ。もう出てくるやん、面白い。もうそれぐらいが多分面白いで。そう、わかんないから。わかんない、こんなの言うわけも。じゃないですか感じてねなんかもしかしたらでもチンジャオロースって青いなんでしたっけ肉青いあ大体そんな感じ青から始まってるそういう感じねえあのことですかねチンジャオロースねピーマンと肉ロースは細い肉ああ、そう、細い、細い。ホイコーローとかね。ホイコーロー、3つ。でも、ホイコーロー、ホイコーロー意味おかしいですよ、でも。回る、何回すの回る筒のホイコーロー。鍋回すのかな回す。ね、不思議。不思議ですけど紐解いていくと面白いかもしれないですけどそのコーナーでなんか時間になってしまった映画にちょうどいい感じねえ、ほんと渋いな、チンジャオロース チンジャオロース、ホイコーロー だけど、ほんで全然関係ないコーナーやると思いますからだって、しばらく調べてきちゃうさあ、ということで2時間たっぷりお届けさせていただきましたが今週もこれで終わりになりますので最後いつものポーズで締めたいと思います。右手がこうキャッチのカメラに向かって
右手が棒で左手が輪っか、ぜひ会場の皆さんも一緒にやってください。そして私が今週もありがとうございました、来週もと言ったら、その後に続けてカメラに向かって、クラブパルヘジアと言いながらその手を前に出してください。それでは準備はよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア、どうもありがとうございました。ゲストの久井さんとミッシュさんでした。笑いたいとき笑う、笑いたいように笑う、そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう、オリジナルの笑顔をハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔を見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。